おごめん、大分の高知親方です。今回はサッカー J リーグ大分トリニータ対横浜 F マリノスの試合でございます。もうですね、連戦が続く J1 リーグですけれども、今回は大分のホームで行われました。まあ私もね、余裕あれば行きたかったんですけど、まあ無理はせんようにということでですね、今回はまあ家でゆっくり観戦をいたしました。まあですから、現地のレポートはできずに申し訳ございませんが、今日の試合ですね、まあ私なりの簡単な感想をご紹介いたします。どうかお付き合いのほどよろしくお願いいたします。まず結果から申し上げます。0対1です。横浜 F マリノスが勝利いたしました。後半ですね、もう80分過ぎですね、前田大然選手、やっぱまあ正直うまいですね、のヘディングゴールでね、1点、これがもう決勝点となりました。まあ大分も最後は攻めるんですけどね、やはり点が取れない。まあちょっと正直申し訳ないですが、私もまあこう今日ダゾーンで見て、まあちょっと作業しながらだったんで、ほとんど正直じっくりは見れておりませんが、まあ前半見る限りもう完全に横浜ペースですね。もうポゼッションも 74% ぐらいでしたか。でもう全部もうなんか正直横浜取れやっててですね、これはちょっと勝てそうな気はしないなと正直思いましたね。まあよく逆にはもう正直0点でよく抑えた方だなと思いました。で後半まあちょびっと大分が攻めるね時間もあったんですけれども、やはり基本的にはもう横浜が、まあ、ペースですね。どんどんもう積極的にね攻めていきますね。まあ横浜 F マリオスね、オナイウアドね、岩田智樹ね、松原健と大分在籍とか大分県宇佐市出身のねメンバーもいる、まあ、強敵ね軍団ですけれども、やっぱまず攻撃が本当流れるようにきますね。むしろだってオナイウとかが、てか前田大然とかがもうだってサブにいるぐらいすんごい層が厚いんですね。まあやっぱ攻撃やっぱ怖かったですね。まあ大分もまあ正直なところまあ結果論にもなるかもしれないんですけどね、守りきってまあ勝ち点1でも取れてたらまた若干違ってたんでしょうけど、まあもちろんもう勝ち点3取らなきゃいけない時期ではあるんですけれども、まあまあとはいえ相手も強いですから、まずはまあ確実に勝ち点1、ね、取りたいと思うんですけれども、なんかこう正直引き分けすらやっぱ、まあ、難しい状態ですね。まあ、まあ結果ね1対0、ね、0対1で敗れましたけどもね、なんかまあもう一つですよね、なんかまあいろんなね正直もうかなり厳しいね意見もまああるでしょうしね、えなかなかもう降格圏から抜け出せない、本当この J1 のこの厳しさというのをね、もうこれはもうクラブもそしてサポーターもね感じているところでございましょう。あーなんとかね、まあ正直実際この間鳥サポのですね友達と話してて、まあ、もちろんまだ一巡はしていないので、まあそんなに焦るというかもう今すぐ降格だって諦めるのにはまだ早いです。ただちょっとまずい方向に行ってるのはもうそれは皆さんね感じてるところでしょうから、なんかねこうテコ入れとかもうしないと、いよいよこのままずるずる夏来るとね、置いたなかなかな後半結構ね弱いと言ったらあれですけどね、だいたいここ2年間こう後半攻略されてなかなか伸び悩むというところも多かったですからね、なんかこうここでこう一つね切り返したいところでございます。ということでですね、まあちょっとね、凱旋ね、もう多かったですけれども、F マリノスには勝てずということで、ね、悔しい、また連敗となりました。そしてですね、さあ、リーグ戦、次はですね、5月30日、また大分はホームです。アビスパ福岡を迎えします。もう、九州ダービー、バトルオブ九州です。いや、これはもう絶対負けられんでしょう。ね、というところですけれども、まあ、福岡も正直好調です。ね、去年まで大分にいた渡井選手も最近ねゴール決めたようでして、まあね攻撃力要注意でございます。そして何よりも暑いですからね、まあちょっとコロナの関係でどうなるかわからないんですけれどもね、まあとにかく熱い戦い、これも絶対してほしいですね。
この試合はですね、もう私、今のところですね、もう行く予定にしております。もう座席も確保しております。まあ、過去に試合ね、鳥栖と、まあね、横浜 F マリノス見たかったんですけども、まあ今度逆に、福岡戦に集中するということで、まあ私も久々にね、現地に行きますので、ね、次こそはね、大分トリニータ勝ってそうそうね、大分の使者をこうね、聞きたいですね。そしてこう、まあ6月からですね、この巻き返しということで徐々に積み上げて、まずは降格圏をね、抜け出すところからね、行きたいですね。まあ、非常に苦しいですし、ね、かなりね、厳しいところではありますけど、ここで負けてもいけないですし、まだまだ諦める時期ではないので、なんとかね、まあどうなるかちょっとわからないですが、どうにかしていきましょうというところが本音ですね。やっぱりもう、来年もやっぱ J1 トップリーグでトリニータ見たいですからね。それはもう多くのサポーターも感じているところでしょう。ということで、今度5月30日福岡戦、もう絶対勝利ということで、負けられない、ね、バトルオブ九州。皆さんもぜひ応援よろしくお願いいたします。ということで、本当に思いつきの感想で失礼いたしましたが、最後までお付き合いありがとうございました。よろしければね、いいねボタン、高評価お願いいたします。そして、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。福岡戦はですね、何個か YouTube の動画もご紹介できればと思います。ドームでしかね、ダゾーンとかでテレビ中継映らない部分を、紹介してまいりますので、どうかよろしくお願いいたします。それでは、また。